北見保健所で新型コロナウイルスの PCR 検査を受けた4人に、陽性と陰性の結果を誤って伝えていました。道によりますと、先月30日、北見保健所で PCR 検査を受けた18人の検査リストを作成する際、ミスがあり、検体と氏名にズレが生じました。 このため、再検査をしたところ、陽性と陰性の結果を誤って伝えていた人が、それぞれ2人ずつ合わせて4人いたことが分かりました。同は、検査を受けた人は全員自宅待機しているため、この告知の誤りによる感染の拡大はないと説明しています。